い、こちらポリスステーション。あと20分後にこの都市に人工衛星が落ちてくる。大至急一般市民に避難命令を出してくれ。どういうことだ、もっと詳しく説明してくれ。時間がない、もう一度だけ言う。たった今ミスター X がスパイ衛星を撃ち落とした。スパイ衛星が撃ち落とされたんだ。どうした、何があった。こちらコントロールルーム。え、なんだって、スペースシャトルに爆弾が仕掛けられているって。そんなバカな。あのスペースシャトルにスパイ衛星が積まれています。発射を中止してください。爆弾を仕掛けた男はミスター X。 そういうあんたは誰なんだ。もしもし、もしもし、みんな大変だ。あのスペースシャトルに爆弾が仕掛けられているらしい。プライベート合図者です。はいはい。あ、そうですか。それで、うんうん、へえ、そうなんだ。謎のスパイ衛星落下、スペースシャトル大爆発、その陰にミスター X ありか。来週号からミスター X の特集を組みませんこと。政界影の黒幕、悪の秘密結社、極悪非道、ついに暴かれたミスター X の謎なんて見出しで書き出したら最高なんだけど。バカ言いなさい。スパイ衛星が撃ち落とされるくらい大きな相手なんだよ。我々に歯が立つわけないでしょ。鍵回りようもんならドカーンとコパみじんよ。我々プライベート合図者なんてのはこんなになっちゃって、こんなになっちゃって、ギャーッと。昼間から何出てんだ。しっかり仕事しろ、仕事。すいません。はい、プライベート合図者ですが。私はミスター X についてのある情報を握っている。え、少々お待ちください、デスク。要件は何でしょうか。実はあなた方にお話ししたいことがあります。ミスター X のことです。今夜8時にファインフレームというバーでお待ちしています。私のテーブルには銀色のバラを刺しておきます。あなた方も胸にバラを刺してください。それではまた。もしもし、もしもし、切れちゃった、デスク、どうしましょう。よし、横にビート、お前たちに任せる。ミスター X をスクープしてこい。イエスサー、はい。恋を語るにはぴったりだな。今夜は恋よりビジネスよ。そんなこと言ってるとすぐお晩だぞ。だと、あーだ、あ、いてー。久しぶりだな、二人さん。久しぶりね、ジョン。どうだい、うちで一杯やっていかんかね。残念だけど、あなたとのデートは今夜は予定に入ってないの。道を開けてくれない。なに、手間は取らせんよ。ただあの写真を渡してくれればいいんだ。うん、
写真って？おいおい、おとぼけはなしにしようじゃないか。こないだのパーティーの写真だよ。君たちが黙って潜り込んだ時の。あの大臣たちの写真なら来週も似れるわ。それが困るんだな。公開されてはボスのお友達が迷惑するんだ。渡してもらうよ。嫌だって言ったら、うん、そういうことなの。そういうことね。仕方ないわね。うん、あなたには悪いけど、私たちも自分の仕事は大切にしたいのよ。それに、報道の自由と正義は守らなくちゃね。ねえ。バイバイ。何が報道の自由と正義だ。お前らなんと人のケツにたかるハイエナじゃねえか。で、さっきの続きだけどさ、陽子ちゃん。もう、あーちゃん。おい、ちゃんと乗せて走れよ。あそこだ。君たちは？電話をいただいたものです。はじめまして。私はプライベートアイズのレポーター、陽子と呼んでください。彼はうちのカメラマン、ビート。どうもよろしく。すごい毒ダネを売ってくださるとか。大丈夫だろうね。ご心配なく。あなたのことは絶対秘密にします。それはもちろんだ。君たちが君たちも狙われるかもしれん。時には火の中に手を突っ込まないとスクープはものにできませんわ。よく言うよ。火の中に手を突っ込むのはいつもこの俺なんですけどに。あら、そうかしら。この前なんか。いらっしゃいませ。ご注文は？この店で2番目にいいウイスキーを。ダブル、ロックで。同じものを。かしこまりました。さて、それじゃあ聞かせていただこうかしら。Xの正体を。やっぱり火の中に手を突っ込むのは俺ってわけか。ビート、あとは任せたわよ。
ったの？返事しなさいよ。ハローレディ、ちょっと太ったんじゃない？もうバカ、アンドロイドの出来損ない。おい、ちょっとやめて。あ、もうひでえな。ピン、いや、ちょっと遅いんじゃないの？こんなことだろうと思いましたよ。ヨコさん、早く乗ってください。よいしょ。ん、お、おい、もうちょっと丁寧に扱えよな。ほら、先輩だぞ。え、分かってんのか？贅沢言わないでください。ヨコさん、早く。待って。え、あの人。これは、あ、しっかり、しっかりして、しっかりして。よ、君たち、いつまで俺をこんな格好にしておくつもりだよ。分かってるわよ、お人形さん。すぐにちゃんと修理してあげます。それに修正プログラムも必要だし。おい、君たちね、急ぎましょう。ケイ、オーケー。キャパじいさんもお待ちかねでしょうからね。ですよ。電子頭脳も行かれとるのか？ううん、そっちは大丈夫。あんまりうるさいから今は電源を切ってあるの。なんとかなる？あれじゃ仕事にならないわ。ま、なんとかなるじゃろ。修理はお前に任せる。ビートの戦闘モードをオートにしてくれ。はい。プログラムチェックも忘れずにな。はい。さてと、ヨーコ、X から手を引けって言いたいんでしょ？いやよ、X の正体を暴いて世界最高の特ダネをものにしてみせるわ。そう、世界中のスパイや新聞記者が同じことを考えた。そして世界中のスパイや新聞記者が消えていった。分かってるわ。分かっとらん。え、ここどうします？任せる。はい。ビートの修理は任せると言ったんじゃ。何のためにお前を NASA からスカウトしたと思った？はいはいはい、スカウトね。どう考えても脅迫以外の何者でもなかったけどな。ヨーコ、 X に殺された者にはわしの友人も大勢おった。わしはこれ以上友達を死なせたくないんじゃよ。 X のことは諦めるんじゃ。返事は同じよ、ヨーコ。ま、いいじゃないですか。あ、よく寝た。ビート、大丈夫なの？ご覧の通り。サンキューケイン、いい腕だよお主。当然です。ねえキャパ、ヨーコが言い出したら聞かない性格なのは知ってるでしょ。彼女は僕が守ります。何を抜かす。今夜助かったのは運が良かったんじゃ。この次はどうなるか分からんのだぞ。もう少し自分のアンドロイドを信頼したら。私だって子供じゃないのよ。自分の命は自分で守るわ。だから。勝手にせい。わしゃもう知らんからな。キャパ、
やれやれ、あんなに興奮してぶっ倒れても知らないぞ。あ？しかしどうする、 X を撃っていっても手がかりといいや。そう、これだけ。ちょっといいですか。知ってるの？それがなんだか。ええ、どこかで、確かこの辺に、これじゃない、あ、これでもない、どこだっけどこだっけ、あった、これですよ。テクノランド、科学技術の粋を凝らした遊園地です。聞いたことある。それで？これですよ。ね、テクノランドに到着いたします。どなた様もお忘れ物のございませんようご注意ください。おお、あれだよ。うわあ、ちょっと見ない。夢も思いのままか。君の夢は？決まってんでしょ、 X の正体を突き止めること。でも、まずは楽しませてもらいましょう。そうこなくっちゃ。おう、ネズミどもが向こうから飛び込んできたというわけか。今どこにいる、ボードレール。ウロボロスにいる。どうする。知れたこと、たっぷりと楽しんでもらおうじゃないか。早く早く。
く。気がついたね。よかった。ビート。うん、大丈夫。毒は入ってない。分析済みだ。おいしい。これでテクノランドと X が関係していることははっきりしたわね。ああ、でもやることが派手だよな、X のやつ。この先何が起きるかわかんないぜ。でもね、ビート。私は諦めない。たとえ殺されたって。いいえ、X の正体を暴くまで絶対に死ねるもんですか。で、これからどうする。どこかに設備をコントロールするコンピューターがあるはずよ。 X についても何か記録されてるかもしれない。わかった、そのコンピューターからデータを奪う。そうよ。じゃあそのコンピューターを探しに行こうか。その必要はありません。誰だ。陛下は、あなたなの。陛下はあなた方が望むならお会いしてもよいとおっしゃられています。陛下、 X のこと私たちと会ってもいいって。はい、少々お待ちください。陛下がお話ししたいとのことです。こいつめ、驚く。黙って。よく来てくれたね。私は君たちが X と呼んでいるものだ。どうかね、我がテクノランドは気に入ってもらえたかね。ええ、とっても。あんまり素晴らしくて危うく命までなくしてしまうところでしたわ。いつか必ずこのお礼はさせていただきますわ。それには及ばんよ。私のようなものに興味を持ってくれるものに対して当然のお礼をしたまでのことだ。それに君のような素敵な女性を歓迎するのは私の喜びでもある。まあ、お上手ですこと。あなたのお声も素敵ですわよ。きっとお顔もね。一度会ってくださらないかしら。いろいろとお話も伺いたい。よかろう。私も君たちに聞きたいことがある。ただし条件が一つ。条件？私も何かと忙しいが、こちらから出向いて行くわけにはいかんのだ。私は虹の塔にいる。君たちの方からここに来てもらわねばならん。もしその途中で気が変わったらいつでも言ってくれたまえ。ちゃんと家まで送り届けてあげよう。棺桶に詰め込まれて。そんなことはしない。だがここであったことや私に関する記憶は一切消させてもらうがね。どうかね。せっかくのご招待、お断りする理由はありませんもの。喜んでお伺いしましてよ。よろしい、では。あなたたちは？私の名はグズ。私の名はロッタ。私はスクルド。陛下のご命令によりあなたたちをお迎えに参りました。
れは我らが館、戦い疲れた勇者が集う憩いの園。あなた意外とハンサムじゃない。私好みのタイプよ。素敵。あらロタったら独り占めにしてずるいわ。私のとっておきのワイン飲んでくださらない？うまい。ご機嫌。あ、何よ。ここは最高だね、もう。君色っぽいよ。僕ちゃん幸せ。ピート。どうもごちそうさま。そろそろ行かなくっちゃ。虹の塔までの道を教えてちょうだい。今車を用意させますわ。ここから虹の塔までは黒い森を抜ければすぐです。ピート行きましょう。でもな、もうちょっと休んでこいよ。大丈夫、 X のやつは逃げないよ。ピート、あら、お二人で行かれることはありませんわ。陛下にお会いするのは一人でよろしいんでしょうね。それもそうだね。ビート。こうしないか。俺はここに残るよ。行くんなら君一人で行ってくれ。本気で言ってるの？本気。それにジャジャルの娘のおもりはもう飽き飽きしてるんだ。乱暴ね。おい、ダメだと思ったらすぐに戻ってくるんだぜ。俺はここで待ってるからさ。ビートルバカ。お口に合いませんの？メランチはいかが？それともピコの実を持ちましょうか？車を一台貸してくれない？あら、どうして？やっぱり放っておけないんでね。それにじっと待ってるのも性に合わないんだ。無駄ですわ。あの子はすでに陛下のもの、そしてあなたは我らのもの。
たは私たちの中で永遠に生きるのよ、愛しいお方。でもあなたの命は不思議な味だわ。まるで人間じゃないみたい。人間じゃない、なんてこと。ロボットね、ロボット、ロボット。ロボットじゃお口に合いませんかな、レディース。そりゃ残念。さっきのご馳走のお礼だよ。たっぷり味わってもらおうか。なかなかしつこいんじゃないの。やかましい。お前はもうおしまいよ。やっておしまい。陛下は謁見の間でお待ちかねです。あれか、プロメテウスの火だ。プロメテウスの火？何なのそれ。テクノランドのエネルギー源だ。プロメテウスは太陽エネルギー変換装置を備えた人工衛星でな、そこで受けた太陽エネルギーをレーザー光線に変えてここに送っているんだ。
ここで待て。陛下はあの扉の向こうにおられる。ジャイルズでございます。陛下、女を連れてまいりました。さあ行くんだ。あなたがミスター X なのね。私をどうなさるおつもり？殺すの？これまで殺してきたように。あのロボットのようにか。あれは惜しいことをした。ビートに何をしたの？ワルキューレたちと少し遊んでもらったのさ。壊れさえしなければプログラムを変更して私の外部端末機の一つとして役に立ったのに。誰？ボードレイル、私の友人。地球最高の万能コンピューターだ。私はテクノランドに取材に来ただけよ。まあ座りたまえ。私は君のような人を探していたのだよ。若く美しく勇気があり行動力にあふれた女性をね。だが私を知りすぎた。どういう意味かしら。何？わかる。え？ビート！治ってる。気分はどう？うん？君は？あなたの味方よ。よろしく。皆様、テクノランドへようこそ。こちらはパノラマ恐竜パークでございます。最新の技術で3億年前の世界を再現しております。キドモラジコ、スプトラクトリが太古の世界を担保しております。早く。いいわ、そのカードをちょうだい。うん？なんだいこりゃ。フォローメモリーよ。キャメロン博士の開発したプログラムが記憶されているの。キャメロン博士？酒場で殺された人よ。え？あの人がキャメロン博士？私は博士の助手だったの。テクノランドはボードレールっていうコンピューターが支配してるの。これはボードレールのプログラムに侵入するためのパスポートってわけだけど、それを呼び出せるハードウェアはこれだけ。さてと、あなたの出番よ。これをつけて。何なのこれ？それを頭に巻いて。そう、右のこめかみのところにスイッチがあるでしょ。そう、それよ。ふん。それを押せば、あなたはボードレールのネットワークに潜り込めるわ。ボードレールのプログラムを食いちぎってあなたの思い通りに組み替えることができるの。キャメロンのプログラムがあなたの水先案内人よ。さあ急いで、手遅れにならないうちに。オッケー。いい旅を。ここは？ん？恋っていうのか？おお！おい、待てよ！気がついたかね、ヨーコ。悪者。プライベートアイズ社の取材機密を知りたい。さらに君たちのトップシークレットをね。トップシークレットを私が？私はただのレポーターよ。ただのレポーターがこんな高性能なマイクロカメラを持っているかね。ビートとか言ったな。あれだけの高性能アンドロイドを持っている組織は私にとって邪魔になる。今のうちに叩き潰しておかねばならん。ちょっといいかな。
ボードレールか。なんだこんな時に。私のプログラムに虫が紛れ込んできた。どうやらキャメロンのプログラムらしい。今レベルグリーンまで来ている。なんだと。心配することはない、食い止めるさ。では失礼。キャメロン、なかなかやるものだな。まあいい、この次目覚めた時は君も私の仲間だ。始めろ。これは一体。分かったの。私に従うなら富と権力、私に逆らえば死があるのみだ。さあ答えは。答えはこれよ。無駄だ陽子、逃げられはせん。出てくるのか。なんだ。何。ゲームオーバーだな。さあ来るんだ。お待たせ、ビート。さま、一体何のマジックだ。よくここまで来たと褒めてやる。だがここまでだ。そいつはどうかな。来い。小僧が。ほらほら、どうした。後がないぞ。このもらった。チェ、キャメロンめ、邪魔しよって。どうなってんだこりゃ。ビート、おい、なんとかなんないの。
うるさいよ。よし、いいぞ、突撃Xそりゃあ、どうしたんだこれは。ボードレール、一体何があったのだ。キャメロンのバグにプログラムが食い破られて自爆装置が作動した。何、コンピューターが暴走しただと。レベルイエロー最終機密防衛システム作動。レベルイエロー最終機密防衛システム作動。プロメテウスセーフティーロック解除。レーザー砲照準セット。目標テクノランド。ロボットのくせにいやらしい。やっとお目覚め。あ、ビート、ビートなのね。さあ急いでここを脱出するんだ。俺が誘導する。レベルレッドまであと6分。レベルレッドまであと6分。レーザー砲照準設定。レーザー砲照準設定。あ、ビート、大統領、これなんかあるな。今度会ったら正体をバラしてやる。
星のささやきはトゥモロー、トゥモロー、明日という日をいつも呼んでる。誰もがたった一度恋して眠れなくて、空を見上げた夜に声を聞くの。 The best that you can do、 自分に嘘なんてついても無駄だと笑ってるわ。 The best that you can do、あなたにできることは素直な気持ちで愛しているというだけ。あの子の心はトゥモロー、トゥモロー、明日という日をそっと呼んでる。本当は気づいてるの、焼きもち焼いた後で鏡に映ってる。自分に嘘なんてついても無駄だと